各リムル様、スミレ殿が何か思い悩んでいらっしゃるようです。スミレが？そんな年頃だしな。でもなんでディアブロにスミレが悩んでるってわかるんだ？スミレ殿はどちらかというと分かりやすい方ですので。分かりやすい？スミレは自分の気持ちを言葉にするより心の中で考えちゃうタイプじゃないか？はい、おっしゃる通りです。しかしずっと気にかかっていることがあるようです。どうしても気になっちゃう。同姓同名な別人かあの子なのか、やっぱりはっきりさせたいな。うん、日向坂口について調べたい。リムルさんに相談しに行こう。あ、スミレ、真面目な顔してどこ行くの？うん、今からリムルさんに会うんだ。相談したいことあって。もしかして前に言ってた日向坂口のこと？そうなの。どうしても気になって。リムルさん気を悪くするかもだけど。僕も一緒に行っていい？いいけど、特に面白い話ではないよ。リムルさん、自分でもしつこいって思うんですけど、同姓同名の別人だって同じ人のはずないって納得しようとしてもずっとモヤモヤしてて、私どうしても日向坂口が日向ちゃんかどうか確かめたいんです。そうだな、俺も知ってる誰かがこっちにいる可能性があったら絶対本人かどうか知りたいと思う。それでスミレはどうしたい？日向坂口は有名人なので、いろいろな国で聖法聖教会や日向について調べようかなって。ゆくゆくは日向にも会いに行くってことか？はい、できれば。でもそんな簡単には会えないと思うんだよね。だいたいリムルさんを殺そうとした怖い人だし。リムルさん、僕もスミレと一緒に行くよ。え？なんで？なんでリトが一緒に行くの？嫌じゃないけど、そんな空気だったっけ？なんでって、なんでかな。別にスミレに先を越されたくないとかではなく、そう、僕だってここテンペストで修行を積んできて、そろそろ他の国を見ておく方がいい時期だと思ったから。ふむふむ。よし、わかった。二人とも外の世界に行ってこい。え、いいんですか？あれ、意外とあっさり OK が出た。いいも悪いも目的があるなら言ってくればいいさ。ついでじゃないけど仕事を一つ頼む。僕たちに仕事ですか？ああ、教祖なき天木国アンゲルスの様子、他の国にテンペストの風評被害が出てないかどうか調べてほしい。おお、これはちょっとスパイみたいな感じかも。なんか楽しそう。カバルたちにもこの件は調査を依頼してるから、どこかで会ったら情報交換しておいてくれ。了解です。やってみます。うん、くれぐれも気をつけてな。十分準備していくんだぞ。はい。ディアブロ、いるか？はい、ここに。二人の話聞いてたか？なんか子供を送り出す親になった気分だ。物分かりのいいこと言ったけど、めちゃくちゃ心配だ。二人に気づかれないように同行してサポートしてくれ。仰せのままに。スミレ、あれエレンさんたち。本当だ、こっちに走ってくる。魔物に追われているね。大群だ。もういい加減にしたよ。
何をどうしたらこんな大軍を怒らせるんだ、ヤスカ。お、いいところにスミレトリト、助けてくれ。強敵を発見しました。オーラシールド、まだ倒れるわけには。えい、それ皆さんに力を。生き残るもの、オーラシールド、まだ倒れるわけには。ディスレベリング、はあ、すごくいい調子。よいしょ、それ来ないで。いや、倒れて、倒れて、いや、倒れて、いや、それ、えい、それ、ディスレベリング、皆さんに力を。生き残るもの、いや、倒れて、うわっと。キリがないよスミレ、この数一時撤退するべきかも。旅立って早々に撤退はなんか嫌。時間かければリトと二人で倒せないことないと思うけど、エレンさんたちを守れるかどうか。イムルさんならどうする。もうダメかも。アレさん踏ん張るだ、ヤス。ディアブロさん、ディアブロさん、どうしてここに。話は後ほど。強敵を発見しました。はっ、そうです、そうです、ほらほら、まだまだ。よいしょ、はっ、皆さんに力を。生き残るもの、お願いします。楽しみ、いかがですか。それ、我が軍門に下りなさい。それ、それ、どうです、それ、脆弱ですね。さあ踊りましょう。造作もまだ立てますか。ほらほら、脆弱ですね。楽しませてください。それ、幕引きとしましょう。さあ遠慮なさらずに。ペンタワールド、おやおや、頼む。雑魚が遅いよ。お上手、我が軍門に下りなさい。そんな、ほらほら、まだまだ、それ、なるほど、どうです、それ、我が軍門に下りなさい。それ、それ、どうです、ほらほら、幕引きとしましょう。さあ遠慮なさらずに。ペンタワールド、さあ踊りましょう。まだ立てますか。ソロ、この程度、手加減は非効です。ソロ、どうです、脆弱ですね。ソロ、どうです、楽しませてください。ソロ、どうです、ソロ、幕引きとしましょう。さあ遠慮なさらずに。ペンタワールド、お気になさらずに。陰ながらお支えするというリムル様のご命令に添えず、じくじたる思いです。陰ながらって後をつけられてたってこと？
全然気づかなかった。ストーカーに向いてるかも。この人イケメンで優雅だけど悪魔なんだよね。やっぱりすぐそばにいると怖い。でも頼りにはなる。あのディアブロさんってこの後も一緒に旅してくれるんですか？もちろんです。スミレ、リト、助かった。ありがとよ。ディアブロさん、ありがとうございました。スミレさん、すごい。ディアブロさん、ありがとうございました。スミレさん、そんなに強かったでやすか？スミレさんたち、これからどこかに行くんですか？ちょっと個人的な調査を少々。そうだ、リムルさんにカバルさんたちに会ったら情報交換するよう言われてたんだった。情報交換っても調査に出たばかりでまだ何もないな。ですよね。そうだ、俺たちの調査に同行してくれないか？3人がいてくれれば心強いでやす。私はいいですけど。僕もいいよ。お互いの調査もはかどるかもしれないし。それ嬉しいです。私たちたまに道に迷っちゃうし、カバルが魔物をよく連れてくるんで。私たちはファルムス王国、イングラシア王国、そして西方諸国と旅を続け、ヒナタやアンゲルスについて情報を集めた。ヒナタは有名人であり、みんなが知っていて、情報を集めるのは思ったより簡単だった。エレンさんたちはイングラシア王国でしばらく用事があるらしく、一旦お別れとなった。ヒナタ坂口の情報結構集まったね。かなり有名人のようですね。ちょっと今までの調査をおさらいしないと、頭の中ごちゃごちゃだ。まず神聖法王国ルベリオスの法王直属近衛師団筆頭騎士兼教会の聖騎士団の団長、なんか超偉い人みたい。イングラシア王国で聞いた話では、喫茶店でギルドのグランドマスターとたまにお茶を。あのカフェは日本人のパティシエさんのお店で、スイーツが美味しかった。日向坂口もお気に入り。さすが実力者だね。グランドマスターとも知り合いなんだ。見かけ倒しでなく、名実相伴う人物のようですね。それから西方最強の聖騎士、ルミナス教の教義は絶対、魔物は人類共通の敵、話すのもダメだから。リムルさんも全然聞いてもらえなくて戦いになったって言ってたよね。西方聖教会は特に暴風竜ベルドラ様を敵視しているようですね。爆炎の支配者シズの弟子。爆炎の支配者シズ、その名を知らぬ冒険者はいないと言われるほどの英雄でした。シズさん素敵な人だったみたい。私も会いたかったな。洗練された剣技、頭がいい、冷静沈着、冷たい感じの美人、冷酷だけど頼ってくる人は助ける、世話好き、クールビューティー。ひなたちゃんってクール系だっけ？そんなイメージ全然なかったな。そういえば日本からこの世界に渡ってきた人結構多いよね。シズさんやひなた坂口以外にファルムス王国側で戦ってた人たちやパティシエの人、リムルさんもそうだし、前はどんな人だったんだろう。通り魔に刺されたのは聞いたけど、何歳くらい？あんなすごい国を作れるぐらいだから、建築家とかなんちゃらクリエイターとか。うん、リムルさんは置いといて、ひなたメモに戻って。はぁ、なんとか情報の整理できたかな。聞き集めた情報からはブレのない人物像が浮かびますね。スミレ殿としては何か結論は出ましたか？いえ、結論はまだというか、調べるほど私のひなたちゃんからは遠ざかるみたいで。そもそも年齢が全然違うし、
この世界では見た目と年齢は当てにならないけど、でもやっぱり別人とは思えなくて。あなたとアンゲルスは時を同じくして異世界から召喚された。そのためこの世界とつながりやすくなったと考えられます。また転移の時に時間がずれる可能性がないとは言えません。それってひなたがひなたちゃんかもってことですよね。ここでスミレ殿にとっておきの情報を。ひなた坂口が天木国アンゲルスへ調査に向かいました。ディアブロさんの情報から私たちはアンゲルス国へ急ぎ向かった。ひなた坂口に出会えることを願って。結論から言えばアンゲルス国でひなた坂口とは出会えなかった。すれ違いで去ったみたい。もしかしたら会えるかもって期待してたし、ちょっとショック。離れたところから本人を見れたりできるかなって思ってたのよね。スミレ殿、日向坂口に会えなくて残念でしたね。天木国アンゲルスに久しぶりに戻ってみていかがでしたか？はい、ずいぶん元気がないどんよりした感じでした。私がいた頃はもっと栄えた国だったのに。教祖アンゲルスという指導者がいなくなってどうしていいかわからなくなってるんじゃないかな。あの時父と戦った時、その後やその国の人たちのことまで私考えてなかったんだ。これは教祖である父を倒した私の責任。私に何かできないか考えてみます。そうですかそれは頂上。私は一足先にリムル様にこのことを報告に戻ります。スミレ殿が天木国アンゲルスの再興に何かできないか思い悩んでいることもお伝えしておきますね。スミレ、僕も何かできないか考えてみるよお二人の力量なら問題はないとは思いますが、テンペストへの道中くれぐれも気をつけてください。アンゲルスの教団の服じゃない？うん、そうみたい。なんでこんなところにいるんだろう。失礼いたします。私たちは天木国アンゲルスの者です。あなたはスミレ・マキノ様ですね。はい、そうです。スミレにどういったご用件ですか？率直に言わせていただきますと、教祖アンゲルスの娘のあなたに新たな国主となっていただきたい。国主？なんか聞き間違いよね。国主ってどんな感じ書くの？国主？王様のこと？そんなに驚くことでもないでしょう。国主であったアンゲルス様のご霊長なのですから。教団と私は何の関係もないですけど。あなた方は我が国に滞在していたのだから、今の国の状況はお分かりでしょう。テンペストに我が国の情報を流し敗北を招いたあなたにも責任の一端があるのではないですか？そんなことスミレのせいにするな。そっちが一方的に戦争を仕掛けてきたんじゃないか。いきなり責任とか言われても言いがかりだと思います。リムルさんとテンペストと戦争をして父が負けたことは事実です。情報が漏れたことが敗北と無関係であるとあなたに断言できますか？我々も命を絶ったり苦痛を強いるつもりはないのです。我が国を再興するには中心となる指導者が必要なのです。かつての教祖アンゲルスのような。もちろんスミレさんは何もしなくていいのです。象徴としていてくださればいいのです。そういうことじゃなくて、この人たちディアブロさんがいなくなるのを待ってたんだ。うん、そうみたいね。国が元に戻らないのは教団の人たちが好き勝手しているからじゃないですか？なんだと？リトの言う通りです。だからもっとちゃんと国の人のことを考えてください。あと何もしない国主なんてありえないです。リムルさんはともかく
お父さんもなんかいろいろやってたのよね。何もしなくていいとか、国民をバカにしすぎ。こんな裏取引みたいにして祭り上げられても、それがアンゲルス国や国の人たちのためになるとは思えません。交渉決裂ですね。あれはアーティファクトエンジェル。まだ意外は残ってたのか。それでは再交渉の場を用意しますので、アンゲルスに戻ってもらいます。力ずくですがね。強敵を発見しました。ディスレベリング。皆さんに力を。生き残るもの。オーラシールド。倒れてうまくいきそう。オーラシールド。まだ倒れてセンスをお願いします。この相手なら僕に任せて。僕だってあの人のよう。決まった。強いですね。アーティファクトエンジェルの力では勝てそうにない。おい、今すぐグレーターデーモン召喚だ。早く。分かった。悪魔召喚。こんな簡単にグレーターデーモンが召喚できるなんて。天使の遺骸を使えば我々でも高位の悪魔くらい呼び出すことはできるんですよ。悪魔よ、アーティファクトエンジェルに憑依してその者たちを従わせよ。アーティファクトイビルエンジェル、お父さんが切り札って言ってたやつ。スミレさん、素直に一緒に来た方がいいと思いますよ。みんなで戦ってもめちゃくちゃ強かった相手、でも私たち二人でやるしかない。行くぞスミレ。ゴク強敵を発見しました。えい、何するの。よいしょ、ディスレベリング。やっ、それ。えい、倒れて。オーラシールド。まだ倒れるわけには。それ皆さんに力を。生き残るもの。よいしょ、それ。それ。こうかな。それ。えい、倒れて。えい、や、それ。えい。オーラシールド。それ。や、倒れて。えい。や、えい。オーラシールド。まだ倒れるわけには。皆さんに力を。生き残るもの。それ。えい。えい。オーラシールド。それ。うわっと。それ。それ。えい。何するの。や。や。倒れて。えい。来ないで。オーラシールド。皆さんに力を。生き残るもの。
か、アーティファクトイビルエンジェルがやられるとは。さすが教祖アンゲルスの子ですね。ただ私たちも後がないのでここで引けません。少々無茶ですが、アークデーモンを召喚します。アークデーモンだって？そんな行為の悪魔なんて召喚できるはずない。よく知っていますね。この数の天使の意外があれば可能なんですよ、計算上は。供物を捧ぐ、悪魔よ出よ。そしてその者たちを洗脳して我々に従わせよ。リタ、なんか様子が変じゃない？これは漫画とかでよくあるダメなパターンじゃ。自分の力量を超えてやってしまったってやつ。面白いことを言うな、子供。この者たちはすでに俺が支配した。こいつらはいい実験材料になりそうだ。そうそう、召喚時の契約があったらお前たちの洗脳はしておいてやろう。なんて圧力。これは交渉なんて無駄な気がする。行くよリト。わかった。こっ、標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。えい！それスレベリング！オーラシールド！お願いします。この相手ならよ、僕に任せて。来ないで！僕だってあの人のように。はっ、やっ、ふっ、決まった。下がります。どいて、オーラシールド。はっ、やっ、倒れて。うわーと、やっ、倒れて。倒れて。やっ、えい、えい、やっ、それ。皆さんに力を。生き残るもの。やっ、えい、オーラシールド。えい、倒れて。やっ、倒れて。それ。えい、倒れて。えい、やっ、オーラシールド。すごくいい調子。効果な。えい、倒れて。やっ、倒れて。えい、許してね。やっ、倒れ、来ないで。えい、倒れて。えい、皆さんに力を。生き残るもの。それ、何するの。うわーと、まだまだ。それ、オーラシールド。えい、それ、それ。お前ら強いな。だが大体の力量は分かった。再生した？再生力が半端じゃない。スミレ大丈夫か？なんとか。でもこれ以上強くなると本気でヤバいかも。俺は絶望に染まった人間を見るのが好きなんだ。来い、グレーターデーモン。そしてこの天使の意外を使えば。これがアーティファクトイビルエンジェルか。こいつはなかなか強い。人間のする実験も悪くないな。すげえ、アークデーモンにアーティファクトイビルエンジェルのこの数はちょっと無理ゲー。諦めない。今私ができることはない。リムルさんか、D
ディアブロさんに今の状況が伝えられれば、私たちが洗脳されても何とかしてくれるはず。ちょっと遠い。でも東映さんの索敵範囲まで何とか生き延びればいけるかな。その目、この戦力差を見て絶望を感じていないのか。忌々しい。リト、ここから1日くらいかけて撤退したら総英さんと出会えるかも。頑張れる？撤退か。冷静に考えてそれしかないね。何か考えているようだが、その希望は全て潰すぞ。何か強い力を持ったやつが来る。そこの二人、下がって。この人、スミレ、ぼーっとしないで、まずはアークデーモンを。はい。コク、コク、強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。お願いします。まだまだ邪魔よ。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。クライナス。邪魔よ、読めているわ。邪魔よ。くらいなさい。読めているわ。やっ、やっ、邪魔よ、くらいなさい。読めているわ。はっ、やっ、はっ、くらいなさい。やっ、はっ、邪魔よ、邪魔よ、はっ。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。危ないところをありがとうございます。僕はリト・ホトカワ、テンペストから来ました。私は西方聖教会の日向坂口。あなたたち、アークデーモンに向かっていくなんて無謀ね。やっぱりこの人が日向坂口。強いというか強すぎない？ミムルさんが負けたって本当だったんだ。雰囲気とか全然私の知ってる日向ちゃんじゃない。でもでもでも、助けてくれてありがとうございます。私は牧野すみれ、あなたは日向ちゃんですよね？日向ちゃん、その呼び方、まさかお姉ちゃん。そんな、どうしてここに？やっぱり日向ちゃん、会いたかった。私は元の世界で火事になって死ぬ直前に召喚されて、こちらに来たことを日向ちゃんに話した。その後父も召喚されてアンゲルス国の教祖になって、いろいろ問題を起こしだし、私が父を止め殺したことを話した。さっき戦った相手は多分その時の父の部下で、父がいなくなったんで増長したんだと思う。お姉ちゃんも頑張ったんだね。ひなたちゃんには何があったの？どうして私より年上なの？それは話すと長くなるから。ひなたちゃんが私より背が高くて大人で、すごく強くて有名で、今目の前にいるのが信じられないけど嬉しいよ。私も驚いてる。まさかこっちで知り合いに会うなんて。ひなた坂口って名前を聞いてからずっと気になってて、あちこち聞いて回って調べてたんだよ。私の知ってるひなたちゃんと違うけど、ひなたちゃんにも思えるし、ひなたちゃんがアンゲルス国へ行ったって聞いたから私追いかけたんだ。スミレ、ちょっと落ち着いて。あ、ごめん、ちょっとテンション上がっちゃった。
探してくれてたの？有名なのも時には便利ね。ありがとう、お姉ちゃん。やっぱり昔のままのひなたちゃんだ。この旅に出て本当によかった。まだ話したいことはあるけど、待たせている者がいる。私は天木国アンゲルスの報告にルベリオスに戻ります。そっか、聖騎士団長だもんね。また会えるよね？ええ、必ず会えるわ。ひなたちゃん。違う、年上だからひなたさんと別れて、私とリトはテンペストに帰ることにした。教団員の人たちはひなたさんが連れて帰ってくれるみたい。騎士団を率いるひなたさんは凛々しくかっこいい。でも私には幼く可愛かった面影が見える。途中でディアブロさんと合流した。ディアブロさんがいなくなった後、教団とは戦いになりました。でもひなたちゃんが助けてくれて。やっぱりひなた坂口は私の知ってるひなたちゃんでした。あ、ひなたちゃんじゃない、ひなたさんです。教団はスミレを都合のいいように操れる国主にしようとしてたんです。なぜ断ったんです？アンゲルス国を立て直す一番早い方法は、あなたがヨウム殿のように国のリーダーになることだと思いました。この旅でスミレ殿の行動を見ていて、リーダーの素質は十分にあるとお見受けしましたが。私が国のリーダー？そうだね。教団も言ってたけど、僕もあの国には強いリーダーが必要だと思うよ。無理無理無理、二人とも何言ってるの？私がリーダーとかないよ。私なんてクラブの部長とか生徒会とかのレベルではなく、数人の班長とかすらやったことないのに、何万人の人のリーダーなんてありえないから。何言ってんのかな、この二人は本当にもう。それにまだリムルさんに恩返し何もできてないし。分かった分かったよ、スミレ、もう言わない。スミレ女王、悪くないと思いますが残念です。それに私テンペストが好きだから永住するつもりなんで。ディアブロさんと合流後、何事もなくテンペストに戻った。敷地に入るとなぜか心からほっとした。この帰ってきたと思える感じ。二人は国主の話をしてきたけど、ありえないって。私はテンペストを自分の家のように思っているから。さあ、リムルさんに報告に行こう。と、こんな感じでひなたちゃん、いえ、ひなたさんに会えて旅の目的は果たせました。リムルさん、ありがとうございました。お礼なんていいよ。ひなたに会えてよかったな、スミレ。ディアブロさんがいなかったら、多分私たちどこかで失敗してました。リトも一緒に来てくれてありがとう。一人だと全然ダメだったと思う。うん、もっとできると思ってたんだけど、僕もまだまだって思い知りました。やっぱり私はここがテンペストが大好きです。あの、永住してもいいですか？もちろん。スミレはうちの特産品開発にも貢献してくれてるからな。ディアブロもお疲れ様。お疲れ様、私にだけ。なんという甘美なお言葉、恐れ入ります。リムルさん、アンゲルス国はこれからどうなるんですか？カバルたちからも報告があって、天使の研究施設を二度と使えないように破壊したよ。
天使の力は人の手に負えない危険なものだと思う。国の人たちはどうなるんです？権欲国フルブルジアの支配地にしてもらった。国としては大きくなり安定するんで大丈夫じゃないかな。そう、きっとこれから良くなっていきますよね。ありがとうございます。スミレ殿を女王に説得できず申し訳ありません。承諾させる方法はありますが。その方法は却下。承知しております。だからミリムやフレイさんに任せることにしたんだ。スミレがその気なら全面的にバックアップしたんだけどな。スミレ女王いいと思ったんだけどね。コック、目標を達成しました。コック、よし、目標達成。リムルさん。ふぅ、一人だと静かなもんだな。みんなとワイワイと入るのもいいけど、こうやって風呂を独占するのもありだな。大きな風呂を独り占めしてるっていう贅沢感。なんだかんだで忙しいし、この際目いっぱい満喫しとくか。コック、特定個体の能力の一時的上昇を確認。聞いたか、ジュラの森に伝説の剣があるらしいぞ。伝説の剣ですか？ああ、何でも大地に刺さる剣があり、その剣を抜く者は王になるという。まるでアーサー王伝説だな。俺もやってみたい。アーサー王？私の知らない伝説をご存知とは、さすがはリムル様。いや、アーサー王伝説は物語だよ。王にしか抜けない剣が出てくるんだ。なるほど、ミムル様はその物語に似た剣をご所望なのですね。直ちに剣の捜索をいたします。しばしお待ちください。では失礼いたします。え、いや別にそういうわけじゃ。って言っちゃったよ。まあいいか、俺も探してみよっと。誰か知らないかな。リムルさん、聞きましたよ。伝説の剣を探しているんですね。なんで知ってるんだ？もうみんなその笑いで持ちきりですよ。確かにその話はしたけどさ、こんな大事になるとはな。あれ？じゃあもういいんですか？せっかくいい方法を考えたのに。え、何か心当たりがあるのか？はい、あのトレーニーさんに聞いてはどうかと。彼女なら森のことを把握していますし、絶対知っていると思います。その手があったか。本当は手土産を持ってスミレとこっそり行く予定だったのですが。なるほど、賄賂か。そうだ、リムルさんも一緒に行きませんか？行く行く。で、何を持って行くんだ？それは心配ないと思います。ポテチ好きのトレーニーさんならきっと満足してくれるはず。用意はリムルさんにお任せしてもいいですか？よし、任せてくれ。では甘ポテのチーズがけをお願いします。わかった。まずは材料だな。ジュラジャガイモと蜂蜜くらいか。コック、新たな目標が発生。よし、集めるぞ。リムルさん、能力の上昇率を開示します。コック。
探索開始だ。コク、標的を発見しました。本気を見せてやろう。誰一人逃がさない。どうです、もう終わりか。ふむふむ、結構調子いいな。当然のこと。悪い、任せるぞ。罠ではなさそうね。使えるかしら。罠ではなさそうね。使えるかしら。やっ。コク、接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。改善の余地ありね。コク、接敵を確認しました。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る。万物よ月よ、ディスインテグレーション。愚か者め、リムル様に勝利を。ストームカノン。そうです。まずまずね。よし、完璧だな。聞かせてもらう。コク、強敵を発見しました。落ちろ。くらえ。誰一人逃がさない。もう終わりか。そこ落ちろ。くらえ。ふむふむ、結構調子いいな。集まった。ジュラジャガイモはこれで十分だな。リムルさん、ハチミツをもらってきました。うん、これでトレーニーさんをうならせるアマポテのチーズかけができそうだ。早速作ってみよう。完成だ。ジュラの森に向かうとしよう。あなた方は何かご用ですか。こんにちは。こんにちは。やあトレーニーさん、ちょっと差し入れなんだけど。まあ、なんと素晴らしい。ありがたく頂戴いたします。もっほん。ああ、一つ聞きたいんだけど、この森に伝説の剣があるってのは本当か。さん、わざとらしいよ。伝説の剣？そのような話は聞いたことがありません。なんですと？そんな。もしかして誰かが流したガセネタなんじゃ。伝説ともなれば、この私が知らないことはないと思いますし。でもどこかに剣が刺さっているって聞いたんだけど。そういえば以前カイジン殿が森に剣を置いていきましたね。ああいった行動はなるべく慎んでいただきたいのですが。ああ、俺の方から注意しておきます。はあ、
ひどいガセネタをつかまされた。にしても怪人のやつ、紛らわしいことを。ミム様。おお、ディアブロ、どうした？なんか顔色悪いけど。申し訳ございません。伝説の剣、未だ見つけることができません。あのその剣はもういいから。リムル様のためでしたら、どんな手を使ってでも見つけ出してみせます。ええ、もう少しばかりお時間をいただきますが、私にお任せを。いや、あの、もういない。どうすんのこれ。コク、目標を達成しました。コク、よし、目標達成。コク、コク、潜在能力が解放されました。リムル様、リムル様、リクルト、調子はどうだ。リムル様、おかげさまで会長にございます。ところでリムル様、テンペストチューブの人形劇をご存知ですか。ああ、子供向けの番組だな。あれが徐々に話題になってきておりまして、今子供たちの間でかなりの人気があるんだとか。マジか、全然知らなかったよ。今や子供たちの方が与える影響は大きく、流行りの中心となっているのかもしれません。なるほど、これはテンペストチューブをさらに盛り上げるチャンスじゃないか。その人形劇についてもっと詳しく聞かせてくれ。はは、ですがあまり詳しくは。ニト殿、ゲルド殿がよく話しておりました。あの二人に聞いてみてはどうでしょう。わかった、その二人に話を聞いてみるよ。サンキュー。テンペストチューブの人形劇が好きなんだって。リムルさん、別に好きってわけじゃ、ただちょっと懐かしいだけですよ。懐かしい？それが子供たちに受けてる理由なのかな。いや、子供たちが注目してるのはやっぱり人形たちですよ。キャラクターが動いて喋るってすごくワクワクするじゃないですか。なるほど、確かにあのミニマムな感じが逆に想像力をかきたてるんだよな。自分の世界観に浸れるのは人形のいいところだな。リトはどんなキャラが好きなんだ。そうですね、僕はロボットですね。なんといってもあのフォルムが魅力的です。ふむ、みんなはどんなキャラが好きなんだろう。よし、次はゲルドに聞いてみよう。何をするつもりなんだろう。ゲルド、テンペストチューブの人形劇について聞きたいことがあるんだ。あの人形劇、子供たちに人気があるらしい。なんでだと思う？俺が注目しているのは、時たま出てくるロボットです。子供用とは思えない繊細なギミック、美しくかつ情熱的な造形。あのロボットの出番を今か今かと待ちわびてますよ。なるほどな、リトも同じことを言っていたな。あれが好きな子供も多いと思います。そこだな。よし、ロボットのフィギュアを作ろう。超精巧なものにすれば、ついでに大人の支持も得られること間違いなしだ。ラファエルさん、ロボフィギュアの素材に良さそうなものを教えてくれ。コク、北東の湖で採れる魔鉱石が最適と思われます。北東の湖か、よし、早速向かうか。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。
能力の上昇率を開示します。告白。探索開始だ。悪い、任せるぞ。告白。接敵を確認しました。裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る万物よ月よ、ディスインテグレーション。まだまだ。こうです。まずまずね。ミムル様に捧げましょう。コク、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽ね。さよなら。改善の余地ありね。罠ではなさそうね。使えるかしら。やっ。罠ではなさそうね。使えるかしら。使えるかしら。やっ。接敵を確認しました。読めているわ。やっ。邪魔よ。そうだ。まだまだ。やっ。食らいなさい。ほらほら。はっ。ふっ。邪魔よ。ふっ。はっ。邪魔よ。ふっ。邪魔よ。まずまずね。ミムル様に捧げましょう。罠ではなさそうね。使えるかしら。使えるかしら。はっ。告白。強敵を発見しました。読めているわ。まだまだ。やっ。食らいなさい。おやおや、楽しませてくそうだ。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。たーん、さよなら。はっ。邪魔よ。まずまずね。ミムル様に捧げましょう。頼みがある。なんだリブルの旦那、また面白そうなものを思いついたって顔だな。今回は夢が詰まってるぞ。超精巧なロボフィギュアだ。ロボフィギュア。おいおい、なんだって。ロボフィギュアだよ。ロボフィギュア、人形劇に出てくるやつ。ああ、あれか。魔装兵計画の時にも思ったが、確かにあの見た目には引きつけられるものがあるな。だが、それがどうしたんだ。あれを完全再現した小型のおもちゃを作ってほしい。心配するな、リトとゲルドを助手につける。あいつら人形劇のファンだから、きっと力になってくれるぞ。難しい挑戦になりそうだが、わかった旦那、楽しみにしててくれ。ありがとう怪人。しばらくしたら様子を見にまたここに戻ってくるか。コク、新たな気合い入れていくか。おお、大量だな。リムル様、リムル様、
リトじゃないか。どうしたんだ？リムルさん、聞きました？あのロボフィギュア、もう完成したんですよ。いやー、やっぱりフィギュアっていいですよね。見てるだけでも嬉しくなります。オリジナルジオラマに立たせた時は本当にそこに存在するみたいでした。マジか、リトだけ先にずるいぞ。ゲルドさんも持ってましたよ。なんだかもうボロボロだったけど。どういうことだ？ゲルドを探しに行こう。コック、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。ギルド、ロボフィギュアが完成したみたいだな。ええ、カイジン殿から試作品をいただきました。どうだ、子供たちに人気出そうか？はあ、それはもうあれだけの再現度、ぜひ紹介したい。紹介か。そうだ、テンペストチューブでそれを宣伝しよう。人形劇の後に宣伝番組を放送すれば売り上げも倍増だ。さすがはリムル様、良い案にございます。ところでリトに聞いたんだが、せっかくのフィギュアがもうボロボロだとか。俺たちのロボフィギュア紹介番組は大人気だった。完成度はもちろんのこと、ゲルドが塗装したサビや汚れが逆にかっこいいと興味を惹かれた子供たちから注文が殺到したのだ。リトがボロボロだと思ったフィギュアはゲルドによるダメージ加工だったのだ。いやー、こんなに人気が出るとはな。塗装するアイデアはなかったよ。さすがゲルドさん、ものづくりの情熱はかなわないや。いやはや、面白半分だったのですが、楽しんでもらえているようで。面白半分でも上等さ。子供の人気を勝ち取るには子供心が一番ってことだな。コック、目標を達成しました。よし、目標達成。ジェギオン、風の噂で聞いたんだが、最近よくここに来てるんだって？何かあるのか？いえ、大した理由ではありません。わかった、蜜が必要なんだろう。そういうわけでは。ん？だったら何なんだ？申し訳ありません、失礼します。一体どうしたんだ、ジェギオンのやつ。少し調べてみるか。アピトなら何か知ってるかもしれないな。アピト、ちょっといいか？はい、どうされましたか？ジェギオンが養蜂場にいたんだが、最近変わった様子はないか？アピト？いえ、ゼギオンはいつも通りですよ。そうかな、あの時はたまたま返事がなかっただけなのか。彼はそういう性格ですので。いや、でも何か悩んでるとかだったらアピトも心配だろ。おそらく心配ありません、いつものことですよ。そうか、アピトまで何なんだ。これはもう少し調べる必要がありそうだな。他の住民たちにも話を聞いてみるか。リムル様、どうかしました？ああ、ゼギオンのことなんだが、ち
ちょっと様子がおかしいみたいなんだ。何か知ってることがあれば教えてくれないか？わかんないな。何か考えてるとこは見たけど。そうか、ありがとう。ゼギオンさんが？ああ、何か知っていることがあれば教えてくれないか？すみません、心当たりがありませんね。ただ、関係ないかもしれませんが、最近ゲルドさんと仲がいいようですよ。ゲルドと？はい。もしかすると、ゲルドさんが何か知っているかも。そうか、ゲルドに話を聞いてみるよ。ありがとう。気合い入れていくか。リムルさん、ギルド、リトも一緒か。ちょうどよかった。二人に聞きたいことが。ゼギオンが悩んでいるみたいなんだが、何か知らないか？これはリムル様、ゼギオン殿の悩みですか？どうしたんでしょうね。ああ、俺も心配なんだが、最近ゲルドがゼギオンと仲がいいって聞いてな。何か知っているなら話してくれないか？悩みかは分かりませんが、以前虫を取る餌の蜜が欲しいと言われました。珍しく必死だったので、何か関係があるかもしれません。やっぱり蜜なのか？俺はそのくらいしか心当たりがありませんが。そうか、だったらその蜜を俺が用意して渡してみるかな。虫を取る蜜、何か特別なものなのか？いえ、虫取りならグレが上手なので聞いてみるといいかもしれません。グレか、そうだな、聞いてみるよ。グレ、虫取りについて少し聞きたいことがあるんだが。虫取り？それならオイラの得意分野だよ。虫を取る餌の蜜ってあるか？ゼギオンが欲しいみたいなんだ。それってもしかして伝説の虫と蜜のこと？伝説の虫と蜜？どんな虫でも捕獲できるっていう虫が大好きな蜜だよ。花の蜜があれば作れるらしいんだけど。花の蜜だな。よし、手に入れて作ってみるよ。目標が発生しました。よし、集めるぞ。能力の上昇率を開示します。コク、探索開始だ。悪い、任せるぞ。コク、接敵を確認しました。読めているわ。邪魔よ。おしまいにしましょう。食らいなさい。食らいなさい。邪魔よ。邪魔よ。まずまずに。よし、完璧だな。罠ではなさそうね。使えるかしら。罠ではなさそうね。使えるかしら。はっ。接敵を確認しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。滑稽ね。さよなら。改善の余地ありね。
告、強敵を発見しました。アストラルバインド。そう、裁きを受けなさい。神へ祈りを捧げ奉る万物よ月よ、ディスインテグレーション。次もこの調子でいくわよ。ミムル様に捧げましょう。告、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、滑稽ね。さよなら。改善の余地ありね。ミムル様に捧げましょう。よし、できた。これが伝説の虫とみつだな。早速ゼギオンに持っていこう。お前が蜜を探してるって聞いたから作ってきたんだ。伝説の虫と蜜だ。受け取ってくれるか。リムル様、この蜜はまさか、この味。リムル様、感謝します。どこかに行っちまったな。やっぱり蜜が欲しかったんだな。素直に話せばいいのに。戻ってきたのか。というかアピトまで一緒に。リムル様、普段のお礼がしたくスイーツを作ってまいりました。スイーツ？どういうことだ。彼はリムル様に普段のお礼をしたいと考えていたのです。そこでリムル様はスイーツがお好きだと聞き、以前から作っておりました。しかしあと一歩のところで完成させることができず。私もお手伝いしたのですが、今までうまくいきませんでした。なるほど、だから二人とも変な態度だったんだな。申し訳ありません。いや、俺の方こそ無粋な真似をしちゃったな。いえ、あちらに用意しています。どうぞお召し上がりください。待てよ、さっきの蜜って虫と蜜だよな。もしかしてあの蜜が入ってるのか。ゼギオン、気持ちは嬉しいんだが。ダメだ、断れない。虫が好きな蜜ってことはうまいのか。こうなりゃ食ってやるさ。いやー、ゼギオン、うまかったよ。ちょっと食感は変わってたけど。それは良かったです。蜜を舐めた時の衝撃から、甘さの中にピリッとしたアクセントのようなものが足りなかったと気づきまして、白狼殿にもらった山椒を入れてみたのです。そこまでこだわって作っていたんだな。感謝の印ですから、次は他の方法で。どうやらスイーツ作りは思った以上に難しかったようです。ですので引き続きリムル様へのお礼に最適な方法を探してみるそうですよ。ありがとな。別にあれはうまかったんだけどな。ゼギオン、忠義のためなら想像以上の成長をしそうだ。告、目標を達成しました。よし、目標達成。おお、大量だな。リムル様、訓練が一区切りつきましたぞ。ああ、ご苦労様。我が主、我はこの訓練で一層の強さを身につけました。
おお、やったな。ですので次こそはぜひとも我を共に。よっぽど連れて行って欲しかったのか。訓練が終了しています。コク、コク、潜在能力が解放されました。リムル様、リムル様、リムル様。こちらにいらっしゃいましたか。今日はリムル様にお渡しするものか。お？フォビオじゃないか。渡すものって？魔王カリオン様からリムル様宛ての信書です。なんだって？とりあえず読んでみよう。リムルよ、元気にしているか。近々テンペストへ視察に向かいたい。おい、カリオンさんがテンペストの視察に来るって書いてあるぞ。これは何かもてなさないと。いえ、続きをお読みください。あ、何何？ミリムのように自由に街を見てみたい。接待などは無用だ。なんだよ、本当に見に来るだけなんだな。ええ、まったく、ガゼル王にしろミリムにしろ王は好き勝手だ。では俺はこれで確かにお渡ししました。ああ、で、もう帰るのか？いえ、せっかくなので少しゆっくりしていくつもりです。だったらちょっと一杯やらないか。ちょうど作ろうと思っていたウイスキーを飲んでみてほしい。酒ですか？どうした？ライカンスロープは酒が好きだと聞いていたが。いえ、何でもありません。別に構いませんが。決まりだな。早速ウイスキーを用意するから待っていてくれ。素材はジュラ麦ってところかな。コク、新たな目標が。よし、集めるぞ。リムルの旦那。リムル様、リムル様。能力の上昇率を開示します。コク、自動編成を実行しました。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。落ちろ。ふむふむ、結構調子いいな。コク、強敵を発見しました。これでどうだ。さすがに効いただろう。落ちろ。くらえ。本気を見せてやろう。誰一人逃がさない。もう終わりか。ふむふむ、結構調子いいな。お？なんだこれ。資源の足しにするか。たお、なんだこれ。それ、たそれ。資源の足しにするか。たコク、接敵を確認しました。本気を見せてやろう。誰一人逃がさない。もう終わりか。それ。ふむふむ、結構調子いいな。
ンの足しにするか。標的を発見しました。落ちろ。ふむふむ、結構調子いいな。ウイスキーの素材はこれでよし。あとは俺の胃袋でちょいちょいっと。ウイスキーの出来上がり。ポビオが執務官に来る約束だ。ウイスキー気に入るかな。待たせたな。新作の酒を作ったから飲み比べてほしい。いえ、俺は詳しい味は分かりませんが。そんな本格的なことは要求しないから安心してくれ。とにかく飲もうじゃないか。やっぱり俺は。お、飲めないのか。やっぱやめとく。いや、そういうわけでは。それじゃあ参りましょう。俺はなんてことをしてしまったんだ。だから飲みすぎだって。はっきり言ってくれて構いません。そしてカリオン様にぶん殴られた俺を笑ってください。カリュブディスの件はもう終わったことだろ。気にしすぎは良くないぞ。酒が入ると誰でも本音がこぼれやすくなるが、これは相当気にしてたんだな。それにしてもあんな失態を犯した俺をまだそばに置いてくれるカリオン様、なんて偉大なお方なんだ。酒を敬遠していた理由はこれだ。つまり本人に自覚はある。どうやら酒が入ると普段言えないことを言ってしまうようだな。カリオン様、バザーイ。リムル様、聞いていますか。あ、うん、気持ちはよくわかるぞ。コク、目標を達成しました。コク、よし、目標達成。リムル様、ゼギオン、それにアピトも、そんなところで何をしてるんだ。リムル様、この町の中にこんな穏やかな場所は珍しいので少し浸っていました。日向ぼっこね。確かにこの自然系の施設には魔中にとって不思議な引力がありますね。そうなのか。俺にはよくわからないな。リムル様、ちょっとよろしいでしょうか。トレイニーさん、こんなに自然あふれる施設を作っていただけるなんて、私はとても嬉しく思います。リムル様、さらに緑をモリモリにした自然たっぷりの施設を作ってはどうです。え、それはいい案ですね。そんな施設が並べばこの町内で
いつでも自然と寄り添うことができます。そうでしょ、そうでしょ。なんだ、勝手に話が進んでるんだが。どうでしょうか、リムル様。ああそうだな、ゼギオンもアピトも嬉しそうだし、自然系の施設を増やしてみるよ。さすがはリムル様、話のわかるお方ですこと。そもそもチュラの森に自然は溢れてると思うけどな。ま、なんか期待されてるみたいだし、緑いっぱいの施設を増やしてみるか。じゃ、施設を作ってみるよ。また感想を聞かせてくれ。はい。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。コク。建築を実行します。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。自然いっぱいの施設ができたぞ。耳の早いゼギオンならもう気づいてるだろう。ちょっと話聞いてみるか。新しい自然の施設、もう見たか？はい、自然が増え、嬉しい限りです。気に入ったか？はい、とても感謝いたします。まあ、こんなにも自然あふれる施設を作っていただけるなんて、とても嬉しく思いますわ。なんだか前にも聞いた気がするな。素晴らしいですわ。空気が澄んで自然と引きつけられますね。ごきげんよう、皆様。トライアさんまで。不思議な感覚に誘われこちらをお訪ねしたのですが。まあ、こんなにも自然あふれる施設を作っていただけるなんて。それはもう聞きました。私たちが引きつけられたようにトレイニーさんたちも感じ取ったのですね。ええ、この上質な魔素、まるで自然のパワーを受け取っているようです。まんまと緑化運動にはまったみたいだが、喜んでくれるとこっちも嬉しいもんだな。ん？どうかしたか？どうやら引きつけられたのは私たちだけではないようです。大型のインセクトがこの施設に引きつけられこの町に向かっています。なんだって？ここは私とトライアで食い止めておきます。西の方角、あちらで戦闘になりそうですね。リムル様、ご助力をお願いいたします。面倒なことになった。インセクトが襲ってくれたなんて。西だと言っていたが、向かってみるか。トレーニーさん。自然の施設に引きつけられたインセクトがすぐそこまで接近しています。我が妹トライアが陽動しておりますが。助かるよ、ここからは俺たちに任せてくれ。リムル様、このインセクトは足個体です。お気をつけください。負けるとこの町への被害は免れません。準備はよろしいですか？
各標的を発見しました。本気を見せてやろう。誰一人逃がさない。レッド、もう終わりか。切る、覚悟。これでどうだ。うりゃ、そりゃよっ、そりゃふっ、切る。こうなれ奥歯たち。本気を見せてやろう。誰一人逃がさない。レクト、もう終わりか。危険だから取り壊した方が良さそうだな。お待ちください。それは早計な判断では。あの素晴らしい施設は残すべきです。そうです、皆様のお力ならインセクトは防げますでしょう。しかしなあ、いつも今回のようにうまくいくとは。リムル様、少しよろしいでしょうか。あの虫たちは珍しい亜種個体でした。レアな素材を落とします。それにあのインセクトなら戦う相手としてちょうどいい。え、お前たちまで。確かに亜種から取れる素材はたまにめちゃくちゃいいのがあるんだよな。まさに飛んで火にいる夏の虫ってか。分かったよ、あの施設は残す方向で何か対策を考えよう。さすがはリムル様、感謝します。俺も守れるようにもっと強くなります。ありがとうございます。緑が増えるのは良いことです。あの心地よい施設、もっと建てていただいても構いません。俺以外ガチガチの緑化派だ。肩身が狭すぎる。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リムル様、リムル様、少々よろしいでしょうか。リグルド、どうした。その人は。実はリグルたちが魔物に襲われていた旅芸人の一座を保護いたしまして、この者はその一座の座長です。お初にお目にかかります。この旅はブルムンドへ向かう道中、この町の方々に助けていただき、誰も命を落とさずに済みました。心の底から感謝申し上げます。ああ、大事にならなくてよかった。怪我とかは大丈夫だったのか。それが花形の役者が負傷してしまい、ブルムンドでの興行は絶望的です。そうか、怪我が治るまでは無理せずにここで休んでいってくれ。ありがとうございます。それで興行のことで折り入ってご相談が。なんだ。この町の皆様にお力添えをいただけませんでしょうか。助けていただいた方々のあの軽やかな動き、身のこなし、興行で人気が出ること間違いなしです。どうかどうか。この町の奴らで興行か、なかなか面白そうじゃないか。ふむ、困った時はお互い様だしな。これも何かの縁だし、協力させてもらおう。ありがとうございます。
興行ってことはサーカスとか演劇とかそんな感じなのか？はい、普段は演劇などを主としておりますが、何かこうもっとお客様との距離が近くなるような催しはないかと悩んでもおりまして。ふむ、どうせやるなら確かにもっと観客と演者が一体になって盛り上がるものがいいな。そうだ、アイドルなんかいいんじゃないか。歌って踊って観客を魅了するってのはどうだ。歌や踊りですか。ああ、歌や踊りなら見ている人たちも一緒に盛り上がれるだろ。なるほど、いいかもしれないですね。演目はこっちに任せてもらえるか。もちろんです、ありがとうございます。ふんふんふん、リムル P の指導だ。誰が出るかについてはみんなの意見を聞いてみるか。そうだな、情報に詳しいといえば総価に聞いてみるか。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リムル、リムル様、リムル様、リムル様。よ、そうか、ちょっといいか。は、リムル様、いかがなさいましたか。旅一座の興行に協力することになってな、歌って踊る演目を考えてるんだ。誰か心当たりはないか。歌と踊りに長けているものですか。ソーカが出てほしいやつでもいいけど、歌って踊ってる姿を見たいとか。あ、それであればそう。いえ、何でもありません。私には心当たりがなく、男性の意見も取り入れてみてはいかがでしょうか。確かにそうだな。わかった、時間を取らせて悪かったな。滅相もございません、リムル様。男性の意見か、アイドルのことも分かりそうだし、リトに聞いてみるか。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。やあリト、お前アイドルって詳しいか。こんにちはリムルさん。詳しいってほどでもないですけど、わからなくもないですよ。実はブルムンドでアイドルコンサートをやろうと思ってな、そのメンバーを考えてるところなんだ。へえ、面白そうですね。でもリムルさん、メンバー探しって何か条件は決めてるんですか。いや、歌かダンスが上手いやつとしか。確かに重要ですけど、男性ユニットにするのか女性ユニットにするのか、どちらで攻めるのか考えるのも手だと思います。なるほど、それもそうか、確かに闇雲に聞いててもダメだな。リト、ありがとな。スミレにも聞いてみようか。気合い入れていくか。リムル様、リムル様、リムルの旦那。スミレ、この町の奴らでアイドルユニットを作るとしたら誰がいいと思う。この町でアイドルですか。ああ、遠慮なく意見を聞かせてほしい。アイドルならあの二人しか考えられない。もう勢いで行っちゃおう。ベニマルさんとソウエイさんがいいと思います。確かにあの二人はイケメンだしな。はい、アイドルには歌とダンスの技術は必要ですが、
何より花が不可欠です。ベニマルさんもソウエイさんもかっこよくて女性に大人気です。アイドルとして成功しないはずがありません。言っちゃった。どうかな。確かにあの二人はこの街でも人気あるからな。とはいえブルムンドは人間の国、この街の住民とはまた違った趣味嗜好もあるだろうが、ま、あの二人なら元人間の俺から見ても押せるイケメンだしいいか。よし、早速脱身してみるよ。気合い入れていくか。リムル様。リムル様。リムルさん。リムルさん。ベニマル、ソエ、ちょうどいいところに。リムル様、どうかなさいましたか。確かブルムンドでの興行内容を検討されていたかと。うむ、情報が早くて助かる。まさにそのことなんだけど、二人とも歌って踊る気はないか。え、リムル様、なぜ芸事に携わっていない俺たちを。ベニマルもソウエイもこの町じゃ一二を争う女性人気っぷりだろ。その二人の組み合わせで受けないわけがない。リムル様、そろそろ見回りの時間ですので俺はこれで。ソエ、あのリムル様、俺たちは戦闘専門なのであまり芸事には向かないかと。それに今からシオンの料理を見てやらないといけませんので。ベニマルまで。シオンの料理を言い訳に使うくらい嫌なのかよ。芸事には妹の方が詳しいと思うので。しょうがない、こうなったら女性ユニットにするしか。スミレカラオケとか行ったことあるかな。結構人気あるし行けるんじゃないか。コク、新たな目標。気合い入れていくか。リムルの旦那。リムル様。スミレ、アイドルのことでちょっと相談なんだけど。リムルさん、どうでしたか。え、ベニマルさんとソウエイさんのユニットの件。いや、あの二人には逃げられちゃってさ。そうですか。で、スミレ、出る気ないか。え、リムルさん、今なんて。あの、他の人は。まだスミレしか考えてないけど。いやです。そこをなんとか。カラオケは好きだったけど、でも私、人前でなんて一人は絶対に嫌です。シオンさんたちと一緒ならまだしも。つまり一人じゃなきゃいいんだな。一人じゃないなら歌うことは好きですし。よし、待ってろ、メンバーを集めてくる。あー、ちょっとリムルさん。シュナとシオンは人気が出るだろうな。ベニマルも言ってたけど、シュナは芸事に明るそうだし、シュナから脱身するか。コク、新たな目標。気合い入れていくか。リムル様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 、こんにちは。シュナ、
突然なんだけど、歌と踊りは得意か？ブルムンドで興行するんだけど、歌と踊りを披露できないかと思ってな。そんな、リムル様、私の芸などをたしなむ程度で。これは断られる雰囲気？頼む、シュナ。シュナは可愛いし、所作が綺麗だし、絶対に成功すると思うんだ。お前が頼りなんだ。お願いできないか？リムル様、それほどまで私のことを。わかりました、やってみます。ありがとうシュナ、恩に着るよ。よし、次はシオンだな。コク、新たな目標、気合い入れていくか。レオルの旦那、よ、シオン。まあ、リムル様。ちょっとお前に仕事を頼みたいんだが。はい。今度行うブルムンドでの興行で歌と踊りを披露してほしい。いいか、これはこの町にとって重要な祭事になる。俺も行くから、シオンには場を盛り上げてほしいんだ。リムル様と共に。お任せください、リムル様。精一杯務めます、リムル様の秘書として。ああ、頼んだぞ。よしよし、これでスミレもうなずいてくれるだろう。とはいえ、あともう一人くらい欲しいところだな。他にこの町で人気な女の子、ゴブタなら知ってるか？気合い入れていくか。リムル様、リムル様、リムル様、リムル。ゴブタ、ちょっといいか。リムル様、なんすか。この町で人気の女の子ってわかるか。ブルムンドで興行しようと思ってて、参考までに聞きたいんだ。この町で人気？それならオイラにもわかるっすよ。シュナさんとシオンさんっす。だよな、知ってた。なるほど、他は知らないか。シュナさんとシオンさん以外だと、スミレさんとミューランさんも人気上昇中っす。スミレさんのおとなしさとミューランさんのクールな美しさは男心をくすぐられるっす。なるほど、参考になったよ。ありがとな、ゴブタ。ミューランか。ミューランの歌声も確かに聞いてみたい。コク、新たなも気合い入れていくか。リムルさん、リムル様、いかがなさいました。ちょっとお願いがあってさ。もしかしてブルムンドでの興行のことでしょうか。知ってたのか。なら話が早い。ミューランには歌を歌ってほしいんだ。私が歌をですか。ああ、ミューランが歌ってくれれば会場全体が盛り上がると思うんだ。歌で盛り上げる。あの申し訳ないですが、大勢の前で歌うなんて私には不向きなので遠慮させていただきます。そこをなんとか、俺を助けると思ってお願いします。仕方ないですね、承知いたしました。でも一度だけですよ。本当に助かるよ、ミューラン、ありがとう。ふっふっふ、どうだスミレ、リムル P の勧誘の手腕は。この町の人気者4人でアイドルデビューだ。コク、
目標が発気合い入れていくか。リムル様、リムル様、リムル様。スミレ、アイドルのことだけど。リムルさん。シュナ、シオン、それからミューランも一緒に出てくれることになったぞ。本当にメンバーを集めてきちゃったんだ。これでスミレを入れて4人になるし、どうだ、やってくれないか。一人が嫌って言った手前、断れないよ。はい。本当か、ありがとな、スミレ。シュナさんかシオンさんをセンターにしてもらえば、私はあまり目立たないよね。よし、ではこれより君たちには最高のアイドルを目指すレッスンを始めてもらう。ミューランはどうした？ミューランさんは今日は参加されないそうです。なんでも大魔法を改変してドーム型の演出を作りたいんだとか。何？ミューラン、もう演出を考えているとは、実はノリノリじゃないか。それはそうと諸君、アイドルユニットにとって最も大切なものはチームワークだ。というわけで、君たち4人組にはまずチームワークを養ってもらう。リムル様、我々今日は3人です。おっと、そうだった。まあいい、特訓メニューを作ってきたから心してかかるように。はい。はあ、目標が発生しました。手加減はなしだ。さっさと終わらせるぞ。能力の上昇率を開示します。コク、自動編成を実行しました。コク、気をつけて進みましょう。コク、接敵を確認しました。ここは私がカウンターフィールド。私が皆を守ります。オーガフレーム、まだまだです。理想にまた一歩近づきました。あとはお任せします。おや、ここに何かを。いいものが見つかりました。おや、ここに何かを。いいものが見つかりました。コク、接敵を確認しました。ここで決めます。弾頭基準、それよっ、すぐくらえ。これくらいは当然です。コク、接敵を確認しました。くらえ。まだまだ来ないで。めちゃくちゃにしてやります。めちゃくちゃにしてやります。よいしょ、ここは任せます。皆さんに力を。生き残るもの、倒れて、倒れて、沈む。
よ。宝箱ですね。いいもの見つけました。強敵を発見しました。オーラシールド、お願いします。やっやっここで決めます。弾頭鬼人、ここは任せます。よいしょ、オーガフレイム、せっ、はっ、オーガフレイム、ここは私がカウンターフィールド、私が皆を守ります。いきます、甘く見ないでください。あとはお任せします。ここは任せます。せ倒れて、オーラシールド、いや倒れて、オーラシールド、お願いします。ここで決めます。弾頭鬼人、これくらいは当然です。戻ったぞ。能力の上昇率を開示します。コク、気をつけて進みましょう。コク、接敵を確認しました。甘く見ないでください。そうとはお任せします。よいしょ、どうですか。ここで決めます。弾頭鬼人、ここは任せます。自分でも驚いてるんですよ。コク、そろそろ引き上げましょう。スミレさんが敵の注意を集め、そこを私がまとめて仕留める。これで敵なしです。しかし、スミレさんの生き残るものがなければどうなっていたか。ニューランさんがいれば2人分の後方支援も安定するかも。陣形を整えてみるのはどうでしょうか。よしよし、こうやってコミュニケーションをとって、まずは絆を深めるところからだ。こうしてリムルピー率いるアイドルたちは興行までの短い期間にレッスンを重ねることとなった。時に笑い、時に落ち込み、一部のメンバーが俺を取り合い、初めはぎこちなかった4人の動きは息の合ったパフォーマンスに磨き上げられた。俺は誇らしいぞ、みんな。そして迎えた興行当日、この街の演目は大成功を収めたのだった。表向きは。コク、新たな気合い入れていくか。リムル様、リムル様、リムル、リムル
ル様、先日のブルムンドでの興行とても好評でした。ああ、みんな練習を頑張ってくれたからな。ただミリムの乱入がなければ。私も面白いことを一緒にしたかっただけなのに。リムルが私を仲間外れにするからいけないのだ。お前が乱入したせいで会場がボロボロになっただろ。自由に踊るから4人も合わせられなかったし、満員御礼で大成功のはずが、会場の修繕費で収益はトントンだよ。まあリムル様、観客はミリム様込みで演出と思っていましたし、座長もああ言っていたではありませんか。リムル様、誠にありがとうございました。ああ興行で穴を開けずに済みましたし、何よりあの好評っぷり、可憐でありながら最後のパワフルな演出、その手腕、さすがはこの町の名手様です。パワフル?成功して何よりだな。ぜひまたこの辺りに来た際には開催をお願いしたく思います。まあ気が向けばな。あの時は当たり障りなく答えたけど、ミリムを抑える手段を思いつくまでしばらくは無理かな。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リムル様、みんなでカードゲームやってるのか。うん、グレニーちゃんみたいな綺麗なコンボを決めたいんだけど、なかなかうまくいかないんだ。グレのコンボね。リト曰く、カードゲームにおいて特定のカードの組み合わせで効果を連続して発動させることをコンボというらしい。あれ、すっごいんだよな。今までは勝つことばっかり考えてたけど、ああいうロマンを求めるのって素敵よね。俺のお父さんもカードを集めるだけだったけど、最近は綺麗なコンボを決めるためによく遊んでくれるようになったよ。コレクター的な人たちにも受けてるってわけだな。リムル様も遊ぼうよ。リムル様のカード見たい。今は持ってないから、また今度な。あ、本当に？やったー！約束だよ、リムル様！ああ、約束だ。グレが考えるカードの組み合わせがみんなから評判いいようだな。グレを探して話しかけよう。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リムル様、リムル様、リムル、リムル様、オスグレ。おい、聞こえてる？これを入れるとこれは入らない。でもこれを外すとコンセプトが、これだ。いや、しかし、グレ君。あ、どうもリムルさん。お前夢中になりすぎだろ。いや、オイラどうも夢中になると周りが見えなくなるっていうか。何か思いついたのか。新しい華麗なコンボを思いついたんだけど、手持ちのカードだけじゃ足りなくて、コンボがうまく完成しないんすよね。なるほど。グレの遊び方は普段遊ばない人にも影響を与えてるみたいだし、それにカードゲームが広まればテンペストのいい宣伝になる。それが多大な売り上げにもなるな。よし、そのカード俺が集めてやるよ。え、いいの？
まあいろいろのついでってやつだ。よくわからないけど、カードが手に入るなら何でもいいよ。じゃあお願いするね、リムルさん。で、何のカードが欲しいんだ？ SSR のカードを集めて欲しいんだけど。おう、任せとけ。と、大口を叩いてみたが、 SSR カードって言ったら、前にグレが働いた金を全部使っても手に入らなかったカードだよな。そんな激レアなカードどうやって集めればいいんだ？リトならいろいろ詳しいだろうし、リトに効率のいいカードの集め方を教えてもらおう。コク、新たな気合い入れていくか。ちょっと相談があるんだが、トレーディングカードゲームのカードってどうやって集めるんだ？カードの集め方ですか？ああ、グレに頼まれてな。 SSR のカードを集めたいんだ。 SSR ですか。そうですね。あ、なんでもたまに光物の好きな魔獣たちが SSR のカードを奪っていくらしく、それが南の森で見つかることがあるみたいですよ。なんだか聞いた話だな。でもそれって奪われた人が探してるんじゃないのか？まあ僕たちの世界と違って、こっちの世界は強いものが絶対の世界なので、奪われたら自分で取り返すか諦めるかのどっちかですよ。お前全く情けようじゃないな。そうですか？まあとにかく分かった。魔獣が持って行ったんだな。とりあえずカードの入手法は分かった。南の森でカードを探して集めよう。コク、新たな目標。よし、集めるぞ。能力の上昇率を開示します。さあ、遠慮なさらずに。ペンターワールド。こうです、ソロ。どうです、ソロ。どうです。まあ、こんなものでしょう。当然のこと。頼みましたよ。標的を発見しました。
アストラルバインド。まだまだ。こうです。そう、遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。たらない。さよなら。改善の余地ありね。リムル様に捧げましょう。よし、なんとか SSR カードを集めることができたぞ。早速グレに持って行ってやろう。すごいよリムルさん、これで好きなデッキが組める。うむ、それはよかった。早速このコンボを試そうかな。グレの華麗な新コンボは瞬く間に大衆を魅了した。これでまたカードが売れるというもの。なんかグレ負けてね。かなり注目されて同じようなデッキが流行りましたからね。それに対するメタデッキが流行って勝てなくなったんでしょうね。メタデッキ？特定のデッキへの対策を主眼にしたカードのセットですね。相手のカードに対応して戦術を作るんです。つまりグレのコンボに対する対策デッキが流行ってグレは勝てなくなったと？ですね。悔しい。けれどオイラは諦めない。折れないハート。なんだか怪しい感じだけど。何勘違いしてるんだリト。まだオイラのカード人生は終了してないよ。そう言いつつもグレは少しの間落ち込んだが、グレはメタデッキに対するメタデッキを完成させ猛威を振るった。そしてまたメタデッキが編み出され、ここから先はそのいたちごっことなり、当然カードの売り上げはうなぎ登りとなった。計画通りだ。ありがとうグレ。へっへっへ。はっ。よし、目標達成。コク、コク、コク。潜在能力が解放されました。リムル様。おや、リグル君、どうしたのかな、こんなところで。これはリムル様。いえ、大したことではないのです。まあまあ、悩みがあるなら話してみるといい。何か手助けできるかもしれないし。お心遣い感謝いたしますリムル様。実はみんなが約束通りの時間に集合できず、それを改善したいのですが。そうか、ここって時計というか時間の概念が薄いもんな。時計あったら便利だよな。よし、ちょっと作ってみるか。ふっふっふ。リグル君、俺に任せたまえ。バッチリみんな同じタイミングで集合できる道具を作ろうじゃないか。本当ですか。ぜひお願いしたいです。まあ大船に乗ったつもりでいなさい。さてこれからどうしたらいいんだ。ベストに話を聞きに行くか。ようベスター。例のごとく頼み事があってきたんだが。俺はベスターに時計について説明した。時計については分かりましたが、そこまで細かく一日の時を刻む動きを正確にするのは少々難しいかと。やっぱりそうか。なんとかならないか。そうですね、
確かジュラの森には完璧な規則性を持つ虫がいると聞いたことがあります。それを素材として使えば正確な時間を刻むことができるかもしれません。なるほど。じゃあひとまずはその虫を探し出すところからだな。はい。ただとても珍しい虫だそうなので闇雲に探しても見つからないかと。そうか。じゃあちょっと情報を集めてみるよ。お願いいたします。針を動かす細工はカイジン殿に相談しておきます。助かるよ。よろしく頼む。とりあえずリグルたちに聞いてみるか。リグル、ちょっと聞きたいんだけど。これはリムル様、何かご用でしょうか。実は完璧な規則性で動く虫がいると聞いてな。リグルならジュラの森に詳しいだろ。完璧な規則で動く虫ですか。何か知らないか。そうですね。お、狩りに出ていた際、いつも決まった時同じ場所にいる虫がいたのですが。おお、なんかそれっぽいな。どのあたりにいたか覚えてるか。はい、南の森だったかと。わかった、助かったよ。いえ、とんでもありません。よし、場所は分かったし、捕まえに行こう。コク、新たな目標が発生。よし、集めるぞ。能力の上昇率を開示します。コク、探索開始だ。コク、強敵を発見しました。キル！ふむふむ、結構調子いいな。お？なんだこれ？資源の足しにするか。お？なんだこれ？資源の足しにするか。それ。コク、接敵を確認しました。キル！さすがに効いただろう。ふむふむ、結構調子いいな。コク、接敵を確認しました。さあ踊りましょう。本気を見せてやろう。誰一人逃がさない。撃破。まだ立てますか。もう終わりか。この調子でガンガン行くぞ。当然のこと。悪い、任せるぞ。コク、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー。さよなら。はっ、改善の余地あるね。こいつがリグルの言っていたトキシルバッタだな。確かベスターがカイジンに頼んでくれるって言ってたな。カイジンのところに行ってみるか。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。おお、大量だな。リムルさん、
リムル様。よう、リムルの旦那、話はベスターから聞いてるぜ。そっちはうまくいったのか。ああ、トキシルバッタ持ってきたぞ。さすが旦那といったところだな。こっちも準備 OK だ。これが時を動かす装置だ。ドルドが頑張ってくれたぜ。おお、お前たちならやってくれると思ってたぞ。ガッハッハ、ほらよ。サンキュー。これでラファエルさん、解析頼む。カイ、これらの素材で時計の作成が可能です。よし、早速作ってみるか。うまくいったぞ。これをリグルに持って行ってやろう。リグル、あれからみんなはどうだ？ちゃんと時間を守ってるか？それが。お、リムル様、どうもこんにちはっす。こら、ゴブタ、また遅刻だぞ。申し訳ないっす。でも、時計っていうのすごいっすね。太陽が昇った時に、毎回同じところを針が刺してるっすよ。だったら時間通りに集合しろ。せっかくリムル様が我々のために作ってくださったんだぞ。いや、時計を見るのを忘れてしまうんすよ。わかった、もういい。ハクロー殿に報告する。それだけは勘弁す。ゴブタに必要なのは時計よりもハクロー。だったか。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リムルさん、リムル様、リムル様、リムル様、こちらジュラの森の状況を記した報告書にございます。ああ、ありがとう。念のためではございますが、重要事項を記載しております。不用意に人目に触れぬよう、くれぐれも警戒を。心配するな、俺の胃袋でしっかり保管するからさ。はっ。うん、あれ、ちょっと待てよ。どうされましたか？現状、重要書類とかは全部俺の胃袋で保管してるわけだが、これ、俺のいないところで必要になったら困るんじゃないか？ほら、俺の外出中とかさ。確かに、おっしゃる通りかと。かといってその辺に置いておくのも危険だし、特定の配下たちしか絶対開けられない金庫とかあれば解決なんだが、ちょっとカイジンに相談しに行くか。カイジン、突然だけど金庫を作ってくれないか？金庫？それならお安い小屋だぜ。いや、ただの金庫じゃないんだ。暗号付きの絶対に破られないものだな。絶対に破られないものか。もちろん頑丈には作るが、絶対破られないとなれば、それ相応の素材がいるぞ。それはそうだな。何が必要か言ってくれれば集めてくれ。なら、とりあえずデスバロンの鎧編だ。デスバロンの鎧編だな。よし、待っててくれ。すぐに戻ってくるよ。注文のデスバロンの鎧編だ。受け取ってくれ。よし、早速作業を始める。完成次第届けるから待っててくれ。ああ、頼んだ。気合い入れていくか。リムル様、
リムル様。その後金庫作りはどんな具合だ？おーリムルの旦那、いいところに来てくれた。ちょうど今できたところだ。これならそう簡単には破られねえはずだ。おお、それじゃあみんなを集めるから執務官に来てくれ。よし、それじゃあ早速金庫の暗号を教えるぞ。一応言っておく、今ここにいるのは俺が信頼する仲間たちであり、かつ重要機密情報を扱う可能性が高い者たちだ。この番号はいかなる場合でも他言無用ということでよろしく。暗号はだ、厳重管理で頼むよ。もちろんです、リムル様。今この場にいることを誇りに思います。こちらの金庫に重要な書物などを保管するのですね。ああ、シュナにも使ってもらうことがあるかもしれないからな。どうだリグルド、絶対に破られない金庫だ。おお、なんと立派な金庫。これなら一安心ですな。これなら俺がいなくても重要な書類を取り出せるな。うん、どうしたソエ。そんなバカな。金庫が真っ二つでございますね。申し訳ございません。ですが強度を確かめることは必要かと。いや謝る必要はないぞ。お前の言う通りだ。にしてもここまでたやすいとは。あ、すまねえリムルの旦那、こいつは完全に俺の負けだ。せっかくこの俺を見込んでくれたってのによ。気にするな怪人、もっと頑丈なもので作ればいいんだよ。あれよりも強いものってあるか？もっと強い材料か。あるにはあるが。ぜひ教えてくれ。クォーツゲーターの甲羅だ。クォーツゲーターの甲羅？ああ、レスバロンの鎧片ほど硬くはねえが、外からの衝撃を吸収するらしい。そんなものがあるのか。ただそうなってくると俺たちのハンマーが通らねえんだ。さすがにあれを使って何かを作ることはできねえ。そうでもないさ。ん？俺に任せとけって。ああ、旦那のあの噂か。前に俺が作ったロングソードを一瞬で作り上げたよな。ただ、さすがの旦那でも今回ばかりは。やってみないとわからないだろう。何事も挑戦挑戦。絶対に壊れないものをとなると、デスバロンの鎧片とクォーツゲーターの甲羅を組み合わせるのはどうだ。なるほど、組み合わせか。それならいけるかも。あの素材同士なら三七の比率で組み合わせるといいかもしれないぜ。よし、わかった。ありがとな、カイジ。早速クォーツゲーターの甲羅を手に入れるか。コク、新たな目標が発生しました。アゲットを見定めた。やるぞ。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。食らいつくせ。ベルゼビュート、いいぞ。無駄だ。うん、コツをつかめばって感じか。なんだこれ。資源の足しにするか。それ。お？なんだこれ。資源
足しにするか。コク、強敵を発見しました。食らいつくせ。ベルゼビュート。無駄だよ。それでどうだ。ふむふむ、結構調子いいな。コク、接敵を確認しました。食らいつくせ。ベルゼビュート。無駄っす。うん、コツをつかめばって感じか。強敵を発見しました。ヒル、さすがに効いただろ。終わりじゃ。ほらほら、こうです。楽しませてください。食らいつくせ。ベルゼビュート。いいぞ。無駄だよ。うん、コツをつかめばって感じか。必要な分は集まったな。これで頑丈な金庫が作れるはずだ。暗号ももっと凝ったものにしよう。よし、早速合成だ。できたぞ。これで宗英にリベンジだ。はあ、なんと頑丈な金庫。参りました。はっはっは、そうだろう。さすが怪人、宗英も壊せない完璧な黄金比だ。ああいった思いつきは職人ならではだな。よし、暗号を教えるぞ。ここも前回から改良して魔素認証を採用したりしてな。これがそのメモだ。多いですね。覚えきれるかどうか。私、覚えられるように頑張ります。このリグルド、覚えてみせます、リムル様。やっぱり長すぎたかな。これなら、たやすいことかと。本当に有能だな、宗英。覚えられるまで、このメモは必要かと思いますが、どこかで管理されるのでしょうか。ああ、それはもちろん俺の胃袋に。これじゃあ胃袋に書類入れてるのと変わらないじゃん。コク、目標を達成しました。おお、大量だ。目標達成。リムル様、訓練がひ…ああ、ご苦労様。どうした？今度は自分も連れて行ってくださいっす。ああ、考えとく。コク、訓練が終了しています。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。リムル様。リムル様。いやあ、どうも、リムル殿。やけに嬉しそうじゃないか。何かいいことがあったのか。別に何でもないです。なんだよ、教えてくれよ。なあなあ。
本当に大したことじゃないですよ。そのさっきゴブタと川で葉っぱの船を作って競争したんです。最初はバカらしいと思ったんですけど、意外に楽しくって。へえ、それは本当に楽しそうだな。俺も子供の頃川に笹舟を浮かべて遊んだっけ。ただ後でゴブタに聞いたんですけど、子供たちが羨ましそうにしてたみたいで連れて行ってあげたいんですけど、川は結構危ないですから、何か子供たちも一緒に楽しむ方法がないかなと。おー、船の競争か。そうだ、いい方法があるぞ。船は水上を走るだろ。川がダメなら陸を走る車で遊べばいいんだ。それは葉っぱでは作れないですよ。何も葉っぱじゃなくてもいいじゃないか。昔モーターのついた車のおもちゃで遊んだ思い出はないか。こっちでも作れないか調べてみるよ。あんなのも作れるんですか。僕もやりたいです。モーターに代わるものがあればまた何とかして作れると思うんだが、ベスターあたりに相談してみるか。リムル様、どうかなさったのですか。うん、ベスターに相談があってな。簡単に言うと、自動で走ってくれる馬車を作りたいんだ。馬も術者もなしで勝手に進む、俺の片手に乗るぐらいのサイズで。それはまたすごいものをお考えになられましたね。ああ、でもそれを作るにはこういうものが必要なんだが。というわけで何かで代用したいんだが、ないかな。要は動力が欲しいのですね。であれば魔石をご用意いただけませんか。できそうか。ナイスだベスター。早速集めに行ってくるよ。コク、新たな目標が。よし、集めるぞ。能力の上昇率を開示します。コク、コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。落ちろ。食らい尽くせ。ベルゼビュート。終わりじゃない。無駄だ。この調子でガンガン行くぞ。当然のこと。コク、強敵を発見しました。ほらほら、食らい尽くせ。ベルゼビュート。オーケーです。無駄だよ。落ちろ。静寂ですね。ふむふむ、結構調子いいな。お？なんだこれ。資源の足しにするか。それじゃあ。お？なんだこれ。資源の足しにする。それ資源の足しにするか。接敵を確認しました。キル。さすがに効いただろう。脆弱ですね。食らい尽くせ。ベルゼビュート。
無駄っすね。ふむふむ、結構調子いいな。ん？なんだこれ。資源の足しにさ、資源の足しにするか。それ悪い、任せるぞ。コク、強敵を発見しました。遺言は済ませたかしら。デッドエンドレインボー、滑稽に、さよなら。改善の余地ありね。とりあえずこれだけあればいけそうだな。ベスターのところに持っていこう。魔石を集めてきたんだが、これを動力にできるか。はい、問題なく使用できるかと。しかしそのような小さなものを一体何に。ああ、実は子供たち用におもちゃを作ってやりたくてな。最初は川で船の競争をと思ったんだが、川は流れが速くて子供には危険だからな。なるほど、そういうことでしたか。これが子供たちの精霊工学への興味へとつながるのでしたら、ぜひとも協力させていただきます。助かるよ。リムル様、完成品はいかがだったでしょうか。ああ、想像通りの出来だったよ。ありがとな、ベスター。よし、早速リトに渡してやろう。気合い入れていくか。リムル様、リムル、リト、待たせたな。いいものを持ってきたぞ。魔石で動く魔四駆だ。子供たちに渡してくれるか。これなら子供たちが森や川に行かなくても安全に遊べます。さすがです、リムルさん。僕、早速渡してきます。ああ、どうだった、子供たちは楽しんでいたか。それはもちろん。見た目を変えたり早くしたり、いろいろな遊びで大盛り上がりです。どうやったらこんなに早く動くのか興味津々でしたよ。それはよかった。今度俺も参加するかな。だけど新たな問題が。問題というのは。それが魔四駆で遊んでいたところ、別の子供たちが集まってきまして、自分たちも魔四駆が欲しいと泣き出しちゃいました。ああ、なるほど。それに魔四駆の噂は子供たちにどんどん広がってしまいまして、どこに売っているのか、自分も欲しいという声で溢れています。というわけでリムルさん、魔四駆をもっと用意してもらうことってできますか。え、これは魔石を大量に集めなければならない。まあ、子供たちの楽しく遊んでる姿を見れるんだ。安いもんだな。Thanks for joining me on this epic gaming journey. Remember to smash that like button, subscribe for more awesome content, and I'll catch you all in the next adventure.